それではお願いいたします。では浜松医大の小島ですが、お話をさせていただきたいと思います。私は新型コロナ感染症及びオールハザード対応の政策ということで、お話をさせていただきます。自己紹介ですが、私の専門は公衆衛生学と疫学というのが専門でして、疫学というのが数字を使って健康について考えるということですが、それとともに公衆衛生学ということで、人々が健康になるためにはどうしたらいいかということを考えるという分野になります。で、最近扱っていますのが健康危機管理ということで、今日お話しします。コロナ対応ですとか、あと災害対応について、で、また、先ほど宇田先生からお話のありました保険証がどうあるべきかということの研究なども最近しております。で、それと、健康寿命を伸ばすためにはどうしたらいいかとか、介護予防のためにという、そんな研究もしております。で、私は自治医科大学卒業しましてから、名古屋疫災会病院、名古屋で救急が非常に強い病院ですが、そちらに勤務したりですとか、その後は愛知県の設楽保健所というところで所長させていただいたりとかしまして、で、その後自治医科大学に勤務をいたしました。で、途中で、アメリカのカリフォルニア大学ロサンゼルス校に公衆衛生の修士課程に入学しまして、ちょっとその前に日本でも博士を取っていたんですが、博士取ってる人がなんで修士に来たんだとかって言われたりもしましたが、それはそれで非常に勉強になったかなというふうに思っております。で、2018年から転職という形になっております。で、今日のお話ですが、まずは新型コロナウイルス感染症の話をしまして、で、その後健康危機管理ということでちょっと広い話をして、で、今後に向けてということで話を進めていきたいと思います。で、今、新型コロナウイルス感染症で、もう感染症というのは非常に大きな問題だなというふうに思われていると思いますが、ちょっと問題、クイズですが、新型コロナの前の年の2019年1年間に、日本で感染症で亡くなった方は何人、どのぐらいの人数いらっしゃるでしょうか。今、新型コロナで亡くなった方が2万7000人とか、そのぐらいですが、普段の年ですとどうでしょうかということで、答えは、約12万人なんですね。で、一番大勢亡くなってますのが、肺炎が9万5000人ぐらいとか、あとインフルエンザですとか、あと、腸管感染症とか、あと結核ですね。結核は、戦後は、非常に大勢の方が亡くなっていましたが、それに比べるとだいぶ減ってるんですが、今でも、結構、結核で亡くなる方がいらっしゃいます。で、それ合計しますと12万人ぐらいでして、で、じゃあその次の年の2020年になりますと、皆さんが新型コロナ対応で手洗いしっかりしたりとか、マスクしてるためかと思いますが、この9万5000人、肺炎で亡くなった方が7万8000人ぐらいに減りまして、1万7000人ぐらい減ったんですが、感染対策すればそのぐらい減るんだなっていう感じでもありますが、そのぐらい普段から結構感染症で亡くなっているという状況があります。で、感染症を克服されたかなという、現代になってそうかなというふうにも思っていたんですが、今、高齢化社会になりまして、また再度、肺炎で亡くなる方も増えていたりとか、また今回の新型コロナのように新しい感染症ですとか、昔流行ってた感染症がまた増えてきたりとか、そういうのも増えている状況があります。で、インフルエンザは結構ありふれている病気ですが、これも結構なくなっていまして、で、年間3000人ぐらいなくなったりという状況もあったりしています。で、また、それ以外も含めて、1年間にいろんな病気で人はどのぐらいなくなるかというのを見ますと、137万人ぐらい亡くなっていたりということで、がん、心臓病、老衰の血管疾患とか、そういうのがあります。で、また、要介護になる方っていうのも結構いらっしゃるということで、ちょっと心配なのが、この新型コロナの中で、いろいろ、
まあ、受診したりとか検診受けるのが心配とか、まあ、そういうことがあって、がん検診に行かれる方が少なくなっているという、そんな心配もございまして、で、まあ、仮にがん検診、まあ、受けてたんだけど、ちょっとコロナが心配で、検診、今年はやめとこうかなとかって思う方がいらして、もし、がんで亡くなる方が1割増えると、4万人ぐらい、死亡者が増えるかもしれないですし、あと特に心配なのが、高齢者の方が、まあ、出歩いたりとかそういうのを控える方も多くて、要介護になる方が増えてしまうんじゃないかっていう、まあ、あたりも心配なところがあります。で、まあ、この新型コロナ以外の健康課題への対応も必要ということで、まあ、その辺が新型コロナ対応を中心になってしまうと、その他のことが、で、その他の健康問題になる方が増えるんじゃないかというところが心配なところです。で、まあ、皆様方、ビジネスのご専門ですと、まあ、経済的な問題とかいっぱい起きていると思いますし、で、あと、高齢者の方が集まって体操していたりとか、そういう活動も休止になってしまったりとか、あと、まあ、最近、健康の業界でソーシャルキャピタルという、人と人とのつながりというのが非常に重要で、まあ、そのつながりを使いながら健康づくりをしていきましょうっていう活動を、コロナ前ずっとしてきたんですが、まあ、そういう人が集まるっていうことがなかなかしにくくなってしまって、まあ、そのことによって、健康を害する人も増えるんじゃないかというところも懸念されています。で、まあ、コロナによって、まあ、健康の二次被害とかいろいろな健康課題が増えるんじゃないかというところが懸念されているところです。ちょっとずれちゃってますが、コロナ禍で痩せる経済超える腹という、こんな川柳も作られているようなんですが、まあ、コロナによって経済や、あとはちょっと生活習慣の乱れとか、そういうところも心配なところです。で、こちらは、日本医師会の、有識者会議に寄稿させていただいたものなんですが、まあ、接触機会とか社会活動と、コロナによる死亡リスクっていうことを考えると、まあ、それ、まあ、接触機会が、まあ、非常に増えると、コロナに感染するリスクですとか、それによる死亡リスクも増えるわけなんですが、まあ、一方で、それを制限しすぎると、貧困になってしまったりですとか、いろいろお店が潰れたりっていうのもありますし、で、あと、高齢者の方が、フレイルという、まあ、虚弱になってしまって、要介護になったりとか、まあ、それによって死亡するっていうリスクも増えるということがありまして、まあ、両方合わせますと、多分、U 字型になるんだろうというふうに思います。で、ほどほどの、接触機会とか、社会活動っていうのが、もう、まあ、一番最善の場所というのがあるんだろうというふうに思いますが、まあ、それがどのぐらいが一番いいのかというのはなかなか難しいんですが、それを追い求めていく必要があるかなというふうに思います。で、まあ、感染症対策をしつつ、経済状態の維持を含めたトータルな健康と幸福の確保が必要ではないかなというふうに思います。で、こちらは、図説国民衛生の動向という、まあ、教科書といいますか、本に書かせていただいたんですが、新型コロナウイルス感染症への対応というのを大別すると、まあ、3つに分けられるかなというふうに思います。で、まずは、感染しないための対応ですね。で、あと感染を広げない対応、あと重症者を救う対応ということになります。で、感染しない対応と、と言いますと、まあ、一人一人が感染しないような行動をするという予防をするですとか、あと、入国規制とか、まあ、そういう海外との関係というのもありますし、で、今日、古市先生からお話のありましたワクチンというのが非常に大きな柱の一つにもなると思います。で、また、感染を広げない対応ということで言いますと、まあ、積極的疫学調査ですとか、まあ、感染した方について療養していただくと、まあ、そういう対応ですとか、検査体制の強化とか、こういうのがあります。で、重症者を救う対応というと、まあ、医療機関でかなり尽力をいただきまして、で、病床を確保したりですとか、ECMO っていうのを使ったりですとか、まあ、いろんなことがありますね。で、それらの基盤になるような体制整備というのもございます。で、まあ、この大きな3つの柱を、まあ、いかに、まあ、戦略的にしっかり確保していくか。で、また、ちょっと状況において、それの重点が変わってきたりということがあるんじゃないかなというふうに思います。
ところで、この感染症については、感染の3要素というのがありまして、で感染が起こるためには、3つの要素が、3つとも重なったときに初めて感染が起こります。で、1つが病原体があるということですね。で、また、人々が、感受性があるということで、その病原体に対して免疫力がないということ。であと、そこの間で感染経路があって、その病原体が人々に伝わるようなことがあると。その3つが3つともあって初めて感染があるということで、感染対策をしようと思うと、この3つのどれかを完全に叩くことができると、感染症を抑えることができます。でただ、なかなか完全に叩くということが難しいと、まあ、いずれの対策もそれなりに頑張るという、まあ、そういう対応になります。で、まあ、コロナの対応、しばらくはこの感染経路の対応をずっとやってきたわけですが、まあ、ワクチンができるようになりまして、この感受性への対応というのも行われたりということができるようになってきたということになります。で、先ほど、宇田先生からもお話がありましたが、感染症対応に関する法律というのはいくつかありまして、で、ご紹介にありました感染症法ですとか、新型インフルエンザ等対策特別措置法。それ以外に、検疫法ということで、まあ、海外から入らないようにということですとか、あと予防接種法ということで、これによってワクチンが行われたりと。で、また学校では、学校保健安全法ということで出席停止とか、まあ、そういう対応が行われていて、まあ、それらを総合的に使って対応しているということがあります。で、先ほども出ましたが、感染症法による対応ですが、1類から5類までございまして、で1類、2類は必要があれば入院していただくとか、3類までは健康診断で検査を受けていただいたりとか、あと仕事に就かないように就業制限していただいたりと。あと4類までは対物措置ということで消毒をしたりということで、コロナも最初の頃はかなり頑張って消毒が行われたりということもありましたが、最近そんなに必要ないかなということもありまして、あまり行われなくなっているかなとも思いますが、そういうのもあったりですとか、あと届け出が行われたりと。まあ、そういうことがあります。で、まあ、現在、新型コロナウイルス感染症は、新型インフルエンザ等感染症ということで、2類相当という、この1類と2類にの部分が適用されるということになっています。ところで、これが、最近オミクロン株になりまして、で、だいぶ、季節性インフルエンザに近いぐらいの病原性じゃないかっていう話も、ありまして、そろそろ季節性インフルエンザ並みの扱いに変えてもいいんじゃないかという議論もちょっと出てきています。でこちらが、致命率ということで、感染した方のうちの何パーセントの方が亡くなられるかということなんですが、で従来からの季節性インフルエンザの場合、まあ、ちょっと年によっていろいろ違うんですが、まあ、最大で 0.1% ぐらいの方が亡くなったりするかなと、まあ、そういう推計が出てまして、一方で、今回の新型コロナウイルス感染症については、最初の頃かなり死亡される致命率も高かったんですが、で、デルタ株なども結構強力だったんですが、最近ワクチンも使えるようになったりとか、あとオミクロ株で重症化する方がちょっと少ないかなということがありまして、でちょっと少ない推計だと 0.1% ちょっと超えるぐらいかとか、ね、0.2%、0.5% ぐらいかなとか、まあ、こんな数字も出てきております。でちなみに私の専門の疫学の分野ですと、この致死率とか致命率というのと死亡率っていうのを厳密に使い分けていまして、新聞報道とかですと、そこのあたりを、曖昧に使われる方が多いんですが、今日は姉川先生冒頭のご説明で、スペインインフルエンザのことを、致死率というふうに、正しく言っていただいて、ありがたいなというふうに思っていましたが、で、致死率というのが、罹患した方のうち何割が死亡するかというものでして、疾病の重篤度を表すというものです。一方で死亡率と言いますと、人口10万人あたり、1年間とか、ある時間あたりでどのぐらいの方が亡くなられるかということで、疾病の蔓延状況を示す指標ということになります。ということで、ちょっとそういう、似ていますが、ちょっと違う指標があるということで、ご承知おきいただければと思います。
先ほどのように、この新型コロナで亡くなる致死率が季節性インフルエンザ並みになってきているかなという議論もありまして、で、今の二類相当のものから、普通の、季節性インフルエンザと同じ五類感染症に変更した方がいいんじゃないかという、そんな議論も出ているところです。で、その扱いを変えると、それぞれの対応が変わることになるんですが、で、入院については、そもそもは二類相当だったら入院することになってるんですが、今運用で必ずしも入院しなくてもいいですっていうふうにですね。で、今、公費の、医療費については、二類相当などで公費で見ていただけるということになりますが、これを五類感染症に変更すると、健康保険で、自己負担をしながら見ていただくということになりまして、こちらは、どちらの扱いがいいかなというのは、国民の皆さんの、お考えのところかなとも思います。で、あと、健康診断で検査を必ず受けるかとか、積極的疫学調査をするかというところについては、今月、国の方からも通知が出まして、一般の事業所などで、感染者が出たときに、濃厚接触者の特定とか、検査をしたりとかっていうのは必ずしもしなくてもいいという、そういう考え方にも変わってきていまして、従来はしっかりやりましょうっていうことだったんですが、だんだん必ずしもしなくていいという方向に変わってきています。で、就業制限は、新型コロナに感染した方は、今、感染分かったら、普通、仕事を休んでくださいっていうことになるかなと思いますので、もうしばらく休んでいただいた方がいいのかなっていうふうにも思いますし、であと、昔コロナの前は、仕事忙しかったらちょっとぐらい熱あっても頑張って仕事するんだっていうのが美徳のような感じもあったんですが、今こういう状況になりますと、やっぱりちょっと体調悪い時には無理して仕事に来ない方がみんなのためだというところもあるかなと思いますので、そういう文化を広げる必要があるかなと思います。あと消毒については、最近は必ずしも必要ないっていう方向かなというふうに思います。で、届け出については、普通のインフルエンザについては、定点医療機関っていうところで、すべての医療機関ではなくて、結構そういうインフルエンザの患者さんとかよく見るような、医療機関を選んでお願いして、で、そこの医療機関にかかった方についてだけ、人数を数えて報告してくださいっていうふうになっていまして、で、新型コロナも、そのうち、そういう扱いでもいいっていうこともあり得るかなっていうふうに思いますが、ちょっと総合するとまだ全て撤廃するのにはもう少し時間がかかるかなっていう気もします。で、また、私の専門の疫学の分野で言いますと、この新型コロナに関しての研究課題っていうのはいろいろありまして、で、このあたりが順次進められているという状況になります。で、その中で、検査についてなんですけども、で、新型コロナの検査、皆さん、非常に気になるところかなというふうに思いますが、で、コロナかもしれないという心配になったときに PCR 検査をしたりということで、非常に苦労して検査を受けられたりした方もいらっしゃるんじゃないかなというふうに思います。で、検査については、正確性というものが必ずありまして、で、病気が、実際に病気がある人とない人で、で、検査を受けてみると、検査が陽性になる方と陰性になる方といらっしゃいます。で、病気があって実際検査も陽性になると、新陽性ということで正しいですし、病気がない方は、陰性ですって結果になると新陰性ということでいいわけなんですが、ただ、全員がそうなるわけではなくて、病気があるのに検査は陰性で偽陰性になったりとか、あと病気はないのに検査は陽性になって偽陽性になったりとか、そういう方が必ずいらっしゃいます。で、で、検査の正確性を見るには、感度と得意度というので、一般的に見るんですが、で、感度というのは、病気の人について、実際病気がある方について、あなた、検査で陽性ですよっていう、正しく病気だというふうに言える割合が感度になります。一方で、得意度っていうのは、病気でない方について、あなたは病気じゃないですよ、陰性ですよっていうふうに正しく言えるのが得意度ということになります。
で、まあ、このコロナについても、この感度も高いし、得意度も高いということが期待されるわけですし、で、あと、この検査については、例えば、がん検診とか、皆さんいろんな検査を受けることがあると思いますが、まあ、それらについても、感度も得意度も100%っていうことは通常なくて、で、まあ、それぞれの検査によって様々です。で、そのあたりの特性を踏まえて、見ていく必要があるんですが、で、新型コロナの場合に、この病気があるかないかっていう、この見つけたい病気っていうのは何なのかと。っていう、非常にちょっと哲学的な課題かもしれないんですが、ちょっとそこを、はっきりさせて考える必要があります。で、PCR 検査は、感度と得意度ともほぼ100%と言われていますが、これは、新型コロナの RNA がそこにあるのかないかという、それが病気だというふうに考えると、感度と得意度ともほぼ100%なんですが、まあ、一方で、実際に実用的に見つけたいのは、そこに RNA があるかないかっていうよりは、まあ、この先数日間も含めて、私は他の人に感染させる恐れがあるんだろうかっていう、それを知りたいっていうことが多いかなというふうに思います。で、まあ、その感染させる恐れがあるかっていうことが病気だと、ということを考えると、PCR 検査は実は万能ではなくて、で、感染初期、まあ、ちょっといろんな数字もあったりとか、ミクロン株になるとまたちょっと変わっているかもしれないんですが、まあ、従来、感度70%ぐらいじゃないかなっていうふうにも言われていまして、感染初期で、検査が陰性だったけど、1日2日経つと、ウイルスが増えてきて陽性になるっていう方もいらっしゃったりということがありまして、で、ある日に1回検査して陰性だったからといって、翌日、翌々日はどうかというと安心できないという、そういうことがあります。一方で、新型コロナになった方が、まあ、入院したりとか療養して、で、また、復帰するときに、検査して陰性だったことを確認してから復帰してくださいとか、まあ、そういうふうに、まあ、従来してたこともあったんですが、2週間後以降、PCR 検査しますと、結構、もう、感染力は当然ないだろうっていうふうに思っても、いつまでも PCR 検査が陽性になる方がいらっしゃいます。で、それは、PCR 検査は、この RNA を見つけてますので、その RNA の、ウイルスの断片が結構いつまでも残っているようでして、で、検査が陽性になるということで、で、これは、ある意味得意度が低いということで、もう感染させる恐れはないのに、検査は陽性になってしまうということもあったりということがあります。ということで、まあ、そういうことですとか、で、あと、今、検査としては、他に、抗原定量検査というのがありまして、で、こちらは、PCR 検査と概ね同じぐらい正確なんですが、まあ、ただ、ある程度、しっかりした、ウイルスが、それなりの量あって、陽性が出ますので、まあ、ウイルスの断片とかは検出しないっていう、まあ、そういうところがあります。で、もう一個は、抗原定性検査ということで、まあ、今、薬局とかで簡単にキットを買って検査できるっていうのは、この抗原定性検査が多いんですが、こちらは、偽陽性ということで、実はウイルスを持ってないんだけども、陽性が出ちゃうっていうのもパラパラあるということが知られていまして、で、まあ、陽性が出た場合にはより、PCR 検査とかより正確な検査をもう一回した方がいいかなというところがあったりということがありまして、まあ、検査については、陽性、陰性ということで、もうバッサリそれでもう確実に決まるというわけではなくて、まあ、こういう感度とか得意度の限界があるということを踏まえながら使っていただくということが大事かなというふうに思います。で、またちょっとこう、コロナの状況については、有病率、ある時点で病気の人がどのぐらいいるかとか、罹患するスピードとか、あと今までにどのぐらいの人が罹患したのかとか、まあ、そんな指標もあります。で、まあ、これ、宇田先生もありましたが、これまでコロナの感染者数、こんな感じで推移をしてきましたが、ちょっと第1波とか第2波とか、すごい大変だったんですが、これで見ると、なんかあんまり、もう全然だったんだなっていうことを思いますが、ちょっと感覚に合わないなっていうことがありまして、
で、こちら縦軸が普通の数字なんですが、対数メモリというので、1、10、100、1000っていう、そういうメモリの付け方があるんですが、まあ、それで表してみますとこんなカーブになりまして、実際のコロナ対応の大変さはこんな感じだったのかなっていうふうにも思います。でちょっとこのあたりから少し飛ばしていきたいと思いますが、第1波の時に保健所の対応が逼迫して検査が十分に受けられないとか、まあ、そういう問題がありまして、で、全国保健所長会と私どもの緊急班で緊急アンケートを取ったりしまして、で、まあ、保健所がかなり大変な思いで相談センターを24時間運用したりとかされていたという、まあ、そんなことが分かったりですとか、いろいろこういうところを改善する必要があるというところが出まして、厚生労働省の方に提言をしたりということを行いました。でそこで保健所の役割の重要性とか逼迫が理解されまして、でまあ、人員がまあ、ちょっと十分ではないんですが、増強していただいたりですとか、あと相談センターを外部委託したりとか、まあ、そういう動きが行われたりしました。で、まあ、日本では、欧米諸国よりも、感染者数とか死亡者数が少ないという状況がありますが、この保健所での積極的疫学調査によって感染の広がりを抑えてきたということが一つあるんじゃないかなというふうに思います。でこちら、現場の保健所の先生が、書かれた論文なんですが、積極的疫学調査をすることによって、まあ、濃厚接触者が分かって、感染が確認されて、まあ、早期に診断されるという、積極的疫学調査がそういうことに寄与しているということも、エビデンスとして分かっていたりします。で、まあ、そんな中で、情報通信技術、ICT が重要ということも認識されまして、で、第1波の終わりがけですが、5月に、もう、このハーシスというのが、作られたんですが、ただなかなか情報システムとしてちょっとうまく動かないところもありまして、でその後も改良が続けられているということがありまして、次のパンデミックに向けてこの情報通信ICT 技術をどうするかと、情報通信システムをどうしたらもっと使い勝手がいいものがさっとできるのかというところは非常に重要な今後の課題じゃないかなというふうに思っています。でまた、検査について唾液でもできるようになったりという改善が図られたりですとか、というのがありますね。であと、まあ、従来は、すべて、最初の頃は、保健所の方に一回相談してくださいということだったんですが、まあ、まず、かかりつけの医療機関にもかかってくださいとか、そういう流れになったりですとか、あと、iHeat といいます、新型コロナウイルス感染症に対応する対応人材という、まあ、そういう仕組みができたりということもありました。ちなみに、こちらは、保健所に、ある保健所をお伺いしましたら、ちょっと、こんな、川柳が書いてありまして、新コロは逃げるとこほど入り込むということで、コロナは見ませんとか、まあ、そういうところの施設ほど、まあ、新型コロナのクラスターが起きたりとか、まあ、そういうことが起こりやすいんじゃないかという状況があるということでした。で、あと、福祉施設とか医療機関でのクラスターというのも問題になっていまして、まあ、ゾーニングとかそういう対応がされていたりとか、あと、医療が逼迫して入院が難しい場合には、高齢者施設の中で酸素吸入をしたりという医療の体制を対応も行われていたということがあります。で、特に認知症の方ですとか、そういう方について、福祉施設と医療機関ってそれぞれ専門性が違うなというところがありまして、で医療機関っていうのは、まあ、もう動けないような重病な方に対して治療するのは結構得意なんですが、まあ、一方で認知症の方とか介護が必要な方、に適切に対応するっていうのはなかなか実は苦手でして、福祉施設の方が上手にできるというところがありまして、でそういう方を無理に入院させると、まあ、かえって健康状態が悪化して命を縮めるんじゃないかということも最近言われていまして、で福祉施設にいらっしゃる方はその福祉施設で介護を受けながら
適切な医療を外から応援して提供したりとか、そういう形がいいんじゃないかというふうに最近言われるようになってきています。で、また入院が逼迫していきますと、医療調整とか在宅療養支援が大事になってきていまして、で、在宅の方の健康観察ですとか、在宅療養者への支援というのが重要になってきています。で、第6波になりますと、社会機能の維持が重要課題となりまして、で、業務継続計画、ビジネスコンティニティプランが重要になったりということで、このあたり皆さんも関わられているところも多いんじゃないかなというふうに思いますが、で、また、保健所の活動として、感染を広げない活動から、重症者を救う活動にシフトしたりということがあります。で、また、職員の疲弊とかメンタル不調が大きな課題になっています。で、次のトピックで、健康危機管理ということですが、で、厚生労働省の方の定義では、健康危機管理というのは、国民の生命、健康の安全を脅かす事態に対して行われる、健康被害の発生予防、拡大防止、治療等に関する業務というふうに定義されています。で、健康危機の種類としては、原因不明健康危機というのが一つありまして、何かわからないけど人がバタバタ倒れていくということで、まあ、例えば地下鉄サリン事件とか、最初はそういうことだったと思うんですが、そういうのが一つありますね。あと、自然災害で地震とか水害とか、火山噴火、先日トンガでも火山噴火があって大きな被害がありましたが、で、また今回のようなパンデミックとか、あと結核などもあります。で、あと重大健康危機ということで、原子力災害とか生物テロとか、まあ、そんなのがありまして、で、まあ、今回このパンデミックが非常に大きく注目されているわけなんですが、まあ、それ以外にもいろいろ健康危機がありますので、そういうものへのトータルな備えというのが必要になると思います。この健康危機への業務としては4本柱ということがよく言われていまして、で、一つは発生の未然防止ということで、ちょっと自然災害とかパンデミックはなかなか未然防止難しいんですが、食中毒とかですと、普段からしっかりと監視をしたりとか、飲食店でしっかり食品衛生してくださいとかということによって未然防止ができたりということがあります。で、また平常時の備えとか、あと緊急対応、また被害の回復と、まあ、こういうものがあります。で、こういう災害とか健康危機のに対応するときに、CSCA という原則がありまして、で、最初の C が指揮調整ということで、まあ、宇田先生がマネジメント支援に行かれたということですが、まあ、そういうことが大事だったりということがあります。で、また2番目がセーフティーということで、安全ということで、で、まあ、今職員の皆さんの過重労働とかメンタルヘルス対策がちょっと重要な課題になってますが、そういういかに持続可能な形で安全に対応していくかということ。で、また情報交換とか評価というあたりが原則になります。で、私どもで、災害対応を主にした検討をしておりまして、で、こういう保健医療福祉調整本部等におけるマネジメントの進め方という小冊子をちょうどまさに今作っていまして、で、こちらの THE と UMINJP という研究ページに掲載したりしておりますので、また災害対応などご興味のある方はご覧いただければと思います。で、まあ、検討しまして、まあ、こういう流れが重要じゃないかというふうに、まあ、一つまとめてみたんですが、で、一つは対応するときに、目的、戦略、目標、戦術ということを考えた方がいいんじゃないかということで、まあ、災害とかこういう感染症とかのときに、まあ、目的としては、まあ、生命とか健康、生活、尊厳、幸福、を守るんだ、まあ、そんな目的を考えながら、大枠としてどういう対応をするかという戦略を考えると。で、実際の具体的な目の前の目標とか戦術を考えるということが一つ大事かなということがあります。で、もう一つは、ウーダループというふうに言われていますが、オブザーブ、情報収集ですね。で、オリエント、状況認識。で、ディサイド、
意思決定、でアクト、実施と、まあ、そういうサイクルで対応したらいいんじゃないかということが言われていまして、まあ、このアドジの、ウーダループで対応してはいかがでしょうかということでまとめております。でまあ、災害の時にはこんないろいろな課題がありまして、それらについて、まあ、今のような流れで対応していくということになりますが、で災害の時に感染症対策というのは従来から実は大きな課題でして、でこちら熊本地震の時に国立感染症研究所から熊本地震の時にこんな感染症に注意しましょうということが早速出されたというものがありまして、まあ、災害と感染症というのは非常に密接な関連があります。こちらは熊本地震の避難所に感染症症状のある方の用の部屋が設けられていたりということもございました。こちらさらに遡りまして、2007年の能登半島地震なんですが、避難所のに入るときには必ず手洗いをしてくださいということを呼びかけがされていたりとかということで、感染症が広がらないようにしながら災害対応するというのは非常に重要な課題になっています。で災害対応については最近こんないろんなチームができて、それぞれ対応が行われていたりですとか、あと、DMAT という災害派遣医療チームというのが活躍したりですとか、でまた、東日本大震災を契機に DHEAT という災害時健康機関理支援チームというものができまして、で災害時に保健所長などを補佐して、マネジメントしようという仕組みもできてきたりしています。でこちら、この DHEAT ができましたときに、今、新型コロナの分科会長されています、尾身先生がかなり中心的にも関わられて作られたという経緯がございます。でまた、災害時に情報をいかに集約して対応するかということが大事でして、こちらが、内閣府の戦略的イノベーション創造プログラムという SIP というプロジェクトで、情報システムが作られていたりということがありまして、でこういう地図上にいろんな情報が集約して見えるようにしようという、まあ、こんな取り組みも行われたりしています。で最後、今後に向けてですが、新型コロナの対応戦略としまして、人員の確保ですとか、情報通信技術の活用、業務の重点化などが大事になっております。でまあ、その中でもリスクコミュニケーションということで、コロナのリスク、危険性についてどうやって皆さんに知っていただくかとか、あとは、差別や偏見が行われないような人権保護とか、あと不必要に制限しないようなにするという、まあ、そういうことも大事だったりしまして、今日は冒頭で文系と理系というお話も出ていましたけども、でまあ、このあたりまさに文系と理系と両方の思考が必要なエリアじゃないかなというふうに思います。で、まあ、コロナの中で差別、まあ、人々が病気に対してよくわからないという不安を持って、それによって差別が起こるという悪循環がありますので、まあ、それをどう断ち切るかということですとか、あといろいろな関係者の間でリスクについて、きんと双方向でコミュニケーションをとって適切に対応できるようにと。いうことが重要だったりします。リスクコミュニケーションについてこんな、こちらはアメリカの CDC からも原則が出ていたりします。で、このコロナの次の健康期に向けてということで考えますと、一つは、新型インフルエンザ等対策政府行動計画というのが今回の新型コロナの前からできていまして、でこういうパンデミックが起こるんじゃないかということで備えが行われていました。でこちらはまあ、そういうものがまた来るかもしれないということで、そういうものへの備えですとか、あとこの新型インフルエンザとか今回のコロナというのは呼吸器系の感染症ですが、呼吸器系以外の、まあ、例えばコレラのような消化器系の感染症が、まあ、例えば今ウイルスでノロウイルスっていうのがありますが、まあ、そういうのが新型のよりパワーアップしたウイルスが広がったらどうなるかとか、あとは自家ウイルスということで、蚊で媒介するような感染症も一時期問題になってましたが、
まあ、そういう別のタイプの感染症の場合にどうしたらいいかとか、あとは大規模自然災害ですとか、と私がちょっと気になってますのは、経済危機が、まあ、将来起きたときに、ちょっと不景気になってしまったりとか、財政が厳しくなったりとか、まあ、そうなったときに人々が、大勢の人々が死ぬことがないようにするためにはどういう備えをしておくかとか、まあ、そういうことも必要ではないかなというふうに思っていまして、まあ、オールハザードの健康危機に対応できる備えというのが必要だろうというふうに思います。で、この中で、新型インフルエンザと政府行動計画が、最終改正、平成29年にあるんですが、こちらが冒頭で姉川先生からご紹介いただきました、スペインインフルエンザのにかなり近い想定になっているかなというふうに思いますが、全人口の25%が罹患するとか、あと死亡者が64万人ぐらい発生するんじゃないかとか、入院患者が200万人最大の時には発生するんじゃないかとか、そんな想定も、最大の時は40万人ですかね。そんな想定もされていまして、そういう状況になった時にどんな体制を取れば、乗り越えられるのかと、そんな検討も必要かなというふうに思います。で、そういうことを対応を考えたときに、行政の中と、また行政以外も含めた人員の確保や人材育成というのは一つ大事だろうと思います。で、また、ハーシスがなかなかうまく動かなくて大変だったということがありまして、で、ICT の活用体制というのは一つ大きいだろうなと思います。で、そのためには、アジャイル型のシステム開発というのは重要じゃないかということが言われているんですが、で、こちらは、優秀なシステム会社さんと契約、ざっくりと契約して、一緒に考えながら開発していくというのが効率的なんですが、今の会計システムでは、最初に仕様書を決めて、で、競争入札をして、で、安いところに発注しないといけないというルールがあって、で、そういう会計規則を改正しないとそういうことができなかったりですとか、あとこのアジャイル型開発が、まあ、請負業務として、なんだけども、派遣じゃないかという、まあ、そういう労務規則上の問題もあったりとか、まあ、そういうことがありまして、まあ、その辺の規制の整備が必要だったりとか、まあ、ハードウェアソフトの整備とか、まあ、そのあたりを克服しておく必要があるかなと思います。で、また保健所と医療機関の連携や役割分担というところも重要で、各機関の人員数を踏まえた合理的な役割分担というのが大事だろうというふうに思います。で、こちらはいろんな機関に何人ぐらいの人がいるかということなんですが、で、まあ、今回の第6波で、人口10万人あたり全国での合計でピーク時には10万人あたり500人ぐらい自宅療養者がいらっしゃいまして、で、かなりその対応とかが十分にできなかったりとか、逼迫をしたんですが、で、保健所には10万人あたり、全国ざっくりと平均しますと、医師数が10万人あたり0.6人、保健師7人という人員になってます。これ、ちょっと保健所によっていろいろ差があって、もっと少ないところも多かったりするんですけども、で、この、医師0.6人とか7人とかで、この500人の健康観察を毎日やるとかって到底不可能ですね。で、一方で、医療機関にはどのぐらいの方がいらっしゃるかというと、まあ、医師は257人いらしたりですとか、看護師さんは1198人いらしたりということで、この方々がみんなで、この500人の方の健康観察しようとかって思うと、まあ、余裕でできるかなというふうに思います。で、医療機関の中でも、実はいろんな状況がありまして、で、新型コロナっていうと、まあ、呼吸器内科でしょうとか、感染症でしょうっていうことで、もうそういう先生たちにお任せしようって思いますと、呼吸器内科の先生は10万人あたり5人しかいなかったりとか、感染症の先生は0.4人しかいなかったりということで、まあ、そういう先生たちにお任せすると、まあ、到底回るわけがないという状況があります。で、まあ、すべての医療機関で対応していくということも必要なんだろうと思います。
また、自宅で療養されていたりということですと、そういう方のところに食料を持っていこうとか、もしくは、宇田先生の話にもありましたが、感染した方を移送しようとか、そういう話もあったりしたときに、この保健所の関係者だけでは到底回らないということがあります。で、また、情報システムもなかなか不十分だったりということがあるんですが、一方で、じゃあ世の中には10万人あたりそういう業種ので働いている方がどのぐらいいらっしゃるかというと、こんなに大勢いろんな業種で働いている方がいらっしゃって、でこれだけの皆さんが力を総動員すれば、今回の新型コロナの何倍かの、感染症が来ても乗り越えることもできるんじゃないかなというふうに思います。でそういういろんな立場の方の力を結集するような仕組みというのが大事だろうというふうに思います。ということで、医療機関との連携や役割分担、でまた自助、共助の育成をしてそれに向上するということですとか、あと民間の資源を育成したりとか、民間と行政と協働するということが大事なんだろうというふうに思います。ということで最後ですが、この新型コロナ対応は、感染しない対応、広げない対応、重症者を救う対応というのを、重層的にやっていくということが必要ですし、今後に向けて、民間と行政がいかに協働するかということが重要だと思います。で、コロナ以外も含めたいろんなタイプの健康危機に向けての備えをしていく必要があるかなと思います。ということで、ご清聴どうもありがとうございました。どうもありがとうございます。それでは Q&A に入ります。どなたかご質問あるいはコメント等ございますでしょうか。おられませんか。では、後ほどご専門の先生もいらしてますけれども、村島先生、東内先生は、そのパート3ぐらいの時にもしご質問、ごコメント等ございましたら、お願いを申し上げます。では、素人として質問を申し上げますけれども、小島先生がいろいろ災害も含めて考えられているということをご説明いただきました。そしてその時にベースになるものとしてはリソースとして人口あたり10万人あたりどれぐらいがいるでしょうということで、それから解決策としてはそのリソースを協力する仕組みを作らなければいけないということで、原理的にはそういう解決策になるのかなと思ったんですけれども、実際にそれをうまく機能させることが難しい要因は何になって、それをどう変えればよろしいでしょうかというちょっと漠然とした質問です。はい、一つは今までの災害ですと行政の中で頑張るということが多くて、で民間の方に手伝っていただくというのはあんまり行われていなかったんですが、一方で今回の新型コロナでだいぶ民間の人材派遣会社から人の応援をいただいたりですとか、あといろんな業務を民間委託するっていうことが行われるようになりまして、かなりブレイクスルーだったかなっていうふうに思います。で、この流れをより広げていくっていうことで、従来はできなかったんだけども、一つ糸口ができましたので、そういうことをしていくといいかな。で、また、いろんな民間の事業者の方いらっしゃいますので、より多くの方に、連携できるような仕組みを作っていくということが大事かなというふうに思っています。これは個人的興味でお伺いするんですけれど、先生浜松で静岡で、今度震災とか富士山の爆発とかいろんな話題がある地域なんですけれども、そういうような先生のお考えというのは静岡県とか浜松で、具体的に動き始めてますでしょうか。はい、民間の方での災害対応のグループができていたりとか、そういうのもありまして、で、私が直接関わっているわけでもなかったりはするんですが、それぞれいろんな動きはあります。で、そのあたりが、普段からお互いに顔の見える関係が作れるといいですねっていう、
まあ、そんな話もしてたりもします。はい、わかりました。それでは、どうも貴重なお時間をいただきまして、ご講演を賜りましてどうもありがとうございました。あの学会等の時間でお忙しいところ本当に、感謝申し上げます。どうもありがとうございました。ありがとうございました。それではですね、段取りで5分間ぐらい休憩をしてその間に、パート2でお話しいただきます。島田先生、機器のチェックをお願いできますでしょうか。今ちょっとあの画像を止めます。それでは第2部で、第2部少しずつ短い時間のご講演になりますけれども、3人の方がご講演をされてそしてディスカッションをするというそういう段取りです。それでは山梨大学の島田先生お願い申し上げます。ファイルを共有してください。はい、よろしくお願いいたします。画面共有ですね。大丈夫でしょうか。大丈夫です。はい、それでは始めさせていただきます。今日はお招きいただきましてありがとうございました。まあ前回ですね、3月13日だったと思うんですけれども、山口大学の浜島先生のところで講演させていただいて、まあそれとまあほぼ同じでいいということをおっしゃっていただいたので、まあそれの短縮バージョンということでやらさせていただきます。まあ我々ですね、このコロナウイルス感染症に関してはですね、まあ当初からまあ一生懸命対応してきたと、まあ、いうことです。まあ先ほど来お話ありましたようにですね、